じゃあ飯食ってるか。食ってます。はい、上田選手で。よろしくお願いします。まあ選手じゃないよな。もう違います。元ですね。なあ、はい、何歳でクビになったの？32の年ですかね。お前自分でよ。お前今33だろ。今33ですね。そうだろ。はい、俺ホームラン打ってきた時のさ、アフロをかぶってカメラにこうやってやんのが。いやもうそれは大好きだったんだよ。いやだからユダさんだけ褒めてくれてたんですよ、解説者の中で、うん、もうエモスさんとかはもうなんだあいつみたいな、もうめちゃくちゃ言われてたんで。いやいや俺は誰かホームラン打ってくれって思ってたで、お前がクビになったって言うからさ、あれ見れねえじゃねえかと思って今日スタッフにアフロ、あ失敗した、アフロをちょっともう一回見たかったなと思ってさ、もあれネタで持ってんじゃないの？持ってないのかよ。持ってないですね。なあ、はい、で今は何やってんの？今はまあその YouTube と、うん、あとはその母校の関西高校のコーチと、うん、あとはまあ地元でちょっと野球スクールをちょっとやってます。三刀流じゃないの、はい、そうなんですね。まあ、YouTube をやってるんでね、はい、ぜひね、あの概要欄の方には貼っとくね。あ、よろしくお願いします。あの上田なんて検索すればいい？もう上田剛で。なるほどね、はい、まあ概要欄で見たら分かる。分かると思います、はいはい。最初俺もうクビになったってびっくりしたんだけどさ。本当ですか？予想あったの？いや全くないですね。聞かされた時どうだったの？いやだから僕シーズン最終戦終わった次の日言われたんで。早かったね。はい、もう何の準備もしてなくて、うん、でちょうどコロナが出だしてシーズンが遅れた年だったんで、うんうん、11月の12日ですかね、宣告されたのが。そこからもう時間がなくて迷いましたね、路頭に何したらいいか分かんなくて。いや金はあったろお前。全然ないんですよ。分かってるよ。本当だ。お前ガリガリだもん。お前飯食ってないっつうの本当に。いや本当ご飯食べてます。ちゃんと食べてるの、はい、ちゃんと、はい、本当に、はい、後輩たちが活躍して、はい、自分の所属してたチームが強いっていうのは誇らしげでしょ。まあ誇らしいんですけど、なんか僕辞めて優勝日本一じゃないですか。なんかちょっと悔しい部分もありましたね。ちょっと交流戦も優勝しちゃったんで。でもそういう意味ではヤクルトはいい面をしてたってことだよね。そうですね、あいつ切っとけって。まあそんなことはないけどまあだけどでも嬉しいもんだろ。いや嬉しいですねやっぱり、うん、はい、ずっと負けってこう再開再開ってきてたんで、一気にこんな変わるんだと思って。その変わった原因って何だった？何を感じた？いやもう僕はもうピッチャーだと思います。おピッチャー、はい。まあ、だからその高橋奎二、うんうん、原樹里、うん、高梨っていうところへんがこう勝ち出した。で奥側がやっぱ、ああよかったな、はい、勝ち出したっていうところがもうやっぱり優勝の原因かなって僕は思いますね、うん。打線って言ったら、まあ、まあでも打線もやっぱりその僕がいた時はサンタナもオスナもいなかったので、うんうん、その村上あと打つバッターが全然機能しなかったっていうところで、やっぱサンタナとオスナが入ったのがめちゃくちゃ大きかったのかなって打線の方では。なるほど、ね、思いますね僕は。まあ上田の戦績もさ、甲子園に2回出場？4回です。お前4回行ってんの？ちょっと1回分けてんの？いや本当に4回行ってんだ。4回で斎藤佑樹と対戦するよね、はい、そうですそうです。で延長15回、はい、引き分け再試合です。その時8打数4安打斎藤佑樹から打ってる、はい、でもライトのカバーリングが怠ってそれが決勝点になったと。そうです。バカ野郎そういうことを母校に帰って教えてるわけね。もうあの YouTube があるんですけど、あの早稲田とやってる試合、うんうん、それを見せて高校野球って怖いよっていう、うん、なるほどね、はい、あれを見せながらこう指導してます、高校野球でさ指導する難しさって今結構あると思うんだよ。難しいですね。で上田の時ってさ、はい、縛かれたよだいぶ。もう僕はもう、はい、もう日常茶飯事ですね。そうだよな、はい、今もうそういうことは絶対もう絶対ないです。ないでしょ、はい、どういうふうな指導が難しいの？で意外と昔から比べると、はい、ああ簡単だなって思うこと、これ2つちょっと教えてよ。昔ってやっぱり僕らは先輩への恐怖感、恐怖心で監督コーチへの恐怖心、だから逃げ道なかったんですよね。もう本当だな。だからもうやられるのが当たり前だし、うん、もうお前これ黒だって言ったら黒って言うしかないみたいな、まあ、もうそんなことだったんで、で多分豊さんの時代なんてもっとだと思うんですよね。僕らよりももっとだと思うんですけど、俺なんか逆さ釣りだからまあそこまではなかったよ、まあ、で今はもう子供たちがもう絶対に殴られないのを分かってる、うんうん、で怒ったところで響かないんですよ。もうだからもう響かない、もう全然響かないです。あそう、もうだから恐怖感がないんですよ多分監督にしてもコーチにしても。
もう多分そこだと思います。で、上限関係も全くないですし、なんかそれでさ、統率していくってチームを、はい、すごい難しくない？難しいです。でももういろんなこと考えてやりましたね。なんかやってますね、今は。もう本当振り分けも人数が多いので、もう A チーム、B チーム、C チームって分けて、うん、で、もう練習量も全然分けて、うん、まあ、そこで振り落としというか、その、なんていうんですか、競争心。まあ、レギュラーを作っていかなきゃいけないからな。そうですね、うん、だからそういう分け方したりとかですかね。こっちもさ、じゃあ厚さっていうかさ、やっぱ強くしてやろう、ね、うまくしてやろうとか思うのに、向こうが響かないとこっちの気持ちも萎えてこない。いや、本当萎えます。僕2年でも萎えたら終わりじゃない。終わりですね。だからそれはどうやって継続していくの？まあ、僕はの中では今そんなにこう昔みたいにうちの学校ってその優秀な子たちがあんまりこう大勢来ないっていうかお前流れるから。いや、まあ、そうなんですよやっぱね、どうしてもこう岡山のいい選手たちって県外出ちゃうんですよ。どうしても、もう今。いや、でもお前、上田通し元ヤクルト、はい、ね、そこがコーチに入ってるってのは来るでしょ。だ、今年の1年生は43人入ってくれて、おで、中でも1人の子は本当に、いや、僕小学校からずっとファンだったんで噛んできましたみたいな。おそう、もういたりとか。これアフロのファンじゃないよね。いや、全然それは関係ないです。それは全く関係ないですけど、俺だったらアフロのファンですって言ってる、うん、はい。まあ、そんな感じで集まってくれてるんで、とにかく僕はもう一回その強い母校を復活させるっていう気持ちで、もうそこだけをもうモチベーションにして頑張ってます。強い接し方は無理だけども、強い練習はしていいの？激しい練習。あ、もちろんです、もちろんです。それはついてこれるの？はい。だからそれをついてこれなかったらもう B ね C ねっていうような感じでやってますね。そこら辺の根性的なものは昔と比べたらどうですか？いや、ないですね。ないのか。全然ないです。じゃあだあかんやん。もうなんかこうやんちゃなやつがいないんですよ、あんまり。こういや、ちょっと待って、お前の基準にすんの？いやいやいや、お前はプロ野球でもトップレベルの、ね、フライデーでも目隠しされたぐらいのやんちゃぶりなんだから、はいはい、ね、はい、なんかこう気持ちをこう前面に出してやるやつ、ピッチャーがこうオラーってやって投げてるとか、うん、そういうなんかやついないんですよね。綺麗にこうやっちゃう、泥臭さないんですよね、あんまり、うん。でもSNS とかなんかこう説教が始まったら、はい、ちょっと隠し撮りみたいに携帯も持って、はい、それを全国に拡散していくやつもいるじゃない、いますね、中には。いますね。あんなどう思うじゃん。いや、あれはもう僕は逆にその生徒たちに携帯を持たしたのが悪いと僕は思ってるんですよ。僕たちはもうグラウンドに来たら生徒たちの携帯電話を僕らが預かって、で練習終わって返すっていうようにしてるんで、で寮でも10時まで。でもお前言われるぞ、今の子供たちに。いや、僕たちのことは信用できないんですかみたいな。そう言われたらどうすんの？いや、もうそれ信用、いや、もうできないって言います僕は。それ正解かもな。できないってもう言います、はい。それは誰か一人おったらもうチーム終わっちゃうからな。そうなんですよ。本当にもうね、100人近くいると何考えてるか分かんないですって絶対いると思うんで。まあな、一番拡散しそうだったけどね、僕がね。面白がってね。まあ中国の岡山の一郎と言われて、はい、いやいやいや、そんなの言われたんですよ。その一郎って代名詞がつくとあんまり良くないよね。後藤もね、はい、関東の一郎と、後藤俊太、はいはいはい、一郎とか言われて、あれも結構一郎らしさは全くないんだけどさね。だからその一郎らしさを持ってる子は育てられそう。そうですね、有望な選手。俺も山口県だから岡山とは中国地区でなんか結ばれてるから他人じゃないみたいな感じがする。なるほど、はい。俺も資格回復取ったからね。あ、いや、もうぜひ教えに行こうと思ったらいけるわ。ぜひ来てほしいですね、岡山さんに。マジで本当か？本当に来てほしいです。なんかもう言ってほしいです。ギャラはいらない。いや、ギャラはもうちゃんとお支払いする。でもカメラは回す。全然回してください。それが条件だったら。それが条件。いや、俺もなんでギャラいらないかっていうと、はい、俺も勉強になるかなと思って。あ、やりながら。でも、まあ、うちの生徒と限らないと思いますけど、 YouTube ばっか見てるんですよ、今の高校野球って。もう
それこそ本当豊さんのチャンネルもそうだし、今本当に見てるか、本当に見てます見てます、俺調べるからね高校生何人見てるかって。本当にだから僕が今回あの東京行く時に、今回東京行く時誰とコラボするんですかって生徒たちが言ってきて、いやデーブさんと高木豊さんとって言ったら、えマジっすかって、もうみんな結構見ます、絶対見ます。あそうか、はい、じゃあ俺がもしその教えに行ったとしたら何を教えてほしい。どうしても高校生って技術にばっかり走っちゃう、はいはい、じゃなくて例えば走塁でシャッフル合わせろよとか、うん、そういうこと僕結構細かいこと教えるんですよ、うんうん、でもそういうことを教えてもみんななんかもう、なんでこんな練習やってんだろうみたいな感じでこうグダ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 なっちゃうんですよ。だからそこが大事なのに、うん、どうしても技術ばっかり走る、もう打った、抑えたみたいなとこばっかりにいっちゃうんで。いやプロ野球もそうだもんな今、まあ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 、まあ、メジャーからプロ野球、はい、もうみんなそうだよ、はい、ひどいよお前いやいやメジャーの走塁でも見てひどすぎるって。いや今回とかも神奈川の決勝で横浜と東海大相模の決勝で、はいはいはい、あの最後セカンドランナー飛び出してるんですよ、うんうん、横浜のランナーでサードベース回ったぐらいまで行っちゃって、でもライナーで相模のライトを取ってセカンドに投げたんですけど、多分冒頭投げちゃって、うん、そのボール抜けちゃってるんですけど、サードランナー三角ベースで戻っちゃってるんですよ、二塁までサードベース踏まずに、でそれ気づいとけばアウトだったのに、うん、そのまま行っちゃって結局次のバッターにサヨナラ打たれたんですけど、あんなんとか見てたらお前は本当に情報確かだろうな。いや確か確かこれマジですこれ YouTube 出ます。あそう、はい、なんで相模これ気づかなかったのっていうの思うし、しかもなんでそんな走塁してんのって僕も思ったんで、まあそりゃそうだな、はい、だから俺は高校野球はキャッチボール、はい、走塁、はい、守備、はい、これで勝てると思って、いやもうね宮本慎也さんも同じこと言ってました。あそう言ってました。だ打つ打たないっていうのは、はい、二の次で、はい、その三原則を守ると絶対甲子園で勝てる。うわいやもうキャッチボールで豊さん、僕らの高校のキャッチボール見たら多分切れると思いますてめえらって本当になんだそれはって多分怒ると思いますね。本当、はい、そんなひどい。ひどいですよ。でもね大阪桐蔭のテレビ見てると、はい、あの伝達力っていうのはすごいな。あ例えばレガースを取りに行く、手袋を取りに行く、はい、ヘルメットを取りに行く、はい、その次のバッターにベンチに帰らずにその一塁ランナーヒット打ったやつの言葉を伝えに行ってるんだ。なるほど。だがここら辺のやっぱこう細かさ、強い上にそれをやられると、あとは何で勝つかというと、なんで勝つの。なんですか。これはね奇想天外なことやらないと勝てない。例えばこんなやつ登録してたみたいな、こんなピッチャーいたんかっていうのを先発させて、あ逆に逆に、はい、もうここではもう走ってこないだろうっていうところで走らせてみたいな、はいはいはい、もう逆になんならもうセカンドからあのホームスチールするぐらいのいやそのぐらいの野球をやらないとあもうぐちゃぐちゃにしないと大阪桐蔭に勝てない。なるほど、うん、だから、まあ、そういう野球も面白いなと、ね、はいまあ、普通にいっちゃったらもう絶対勝てないってことですよね。勝てない勝てない。でもあのチームは作れる。本当ですか。作れる、絶対に作れる。あと意識を変える言葉だな、大切なの。いやもうそうなんですよね、うん、やっぱ高校で野球やめる子がほとんどじゃないですか、まあ、もちろん大学まで行ってやる子もいるんですけど、この3年間をいかに野球集中させて頑張らすかっていうのが結構課題で、途中でレギュラーになれないって自分で判断したらもう結構諦めちゃって。そうだな、はい、そういう子がいるんで、そこら辺が心が足並み揃わないよな。そうなんですよ。それがやっぱこう高校生の難しいところだな。難しいですね。プロだったらもう優勝とか自分の給料を上げるとか、そういうモチベーションというのは落ちないんだけど、落ちちゃった子は大変だよな。もう本当そうだと思います。だからもう本当一回甲子園とかも生で見せてあげないと、なんかこう実感わからないのかなっていう。近いじゃん。まあ、近いよ。いやそうですね、みんなで自転車で、そんな距離じゃない自転車はマジでやばい。ストーリーやばいか、はい、はい。